ッサージって哲学は何ですかみたいに聞かれるんですよ、うん、で僕そこでもう迷わずあのマイマッサージーズラブ&アートって言って、うん、で2つ目はやっぱ超豪華な講師陣から学ぶ、うん、本当にそうですよ。世界大会でグランプリ取ってますからね。こうなさりけなあと7人もいますけどそうですね、あのさっき綺麗だって美しいマッサージだったんですけど、アートとスポーツといろんな要素あるんですよ、セラピスト、まあ、とりあえず僕はアルモトリートメントなんですけど、芸術も表現するので、それ 手と体全身使って、まあ、それも多分学ぶとか面白いと思います。ラブ&アートですね。ラブ&アートですね。あ、そうです。僕はあのフランスの大会で、面談もあるんですよ。英語とフランス語、まあ、どっちか選べるんですけど、僕英語全然喋れないんですよ。でも面談喋れなかったらアウトなんで、ちょっとやっぱ頭に入れて覚えて何聞かれるかなって思ってたんですけど、なんかあなたのマッサージって哲学は何ですかみたいに聞かれるんですよ。で僕そこでもう迷わずあのマイマッサージーズラブ&アートって言って愛と芸術っていうので、やっぱりそのマッサージって愛がないとやっぱダメなんですよね。とやっぱ僕は芸術だと思っているので、もう本当にリズムやスピード、圧のかけ方、手技の種類で、技と技をつなぐつなぎ目を全て全部連動させて一つの曲を作っているような、で曲と曲をつないで構想曲を作るような、まあ、フルボディでやるんだったらっていう気持ちで僕はトリートメントをしているので、やっぱりあの深いんですよ、めちゃくちゃ。だからね、いや、めちゃくちゃ本当にあの今言った通りの主義ですよ。あの見てたらずっと見てたくなるような、あのすごい綺麗です。綺麗だし、あのすごい上手だなと思います。その圧加減とか体のもう移動とかがあんなにこうなんか、なんだろう、一つもノイズがないっていう。そうですね、結構ね、セラピストの人ノイジーな人多いでね、ガッ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 みたいな。でもプロとか一流は無駄を省くんですよ。本当に無駄がない動きっていうのがやっぱり一流の動きになってくるので、それは多分意識ちょっとしてましたね。エステティシャンとか教育してた時もそうだったんですよ。あの初めて私が新人研修を受けた時に、あの見られて目をつぶって、お客さんも目をつぶってるけど、第三者が見て綺麗な手つきやりなさいって、一本の線で全部施術をしなさいってすごい教えてもらってたんですよ、うん、でもなんかそのずっとそれを思い描いてたんですけど、パーンってハマりました。あ、こういうことなんだなって、こんなに綺麗に施術をする人がいるんだな、男性でしかも。ちょっと悔しくないですか。なんか別に男女関係ないですよ、施術に。だけど、いや、なんかこんなに綺麗に動く人がいるんだなって、なんか言ったままです。構想曲みたいです。死ぬほど練習しましたけどね。なんか初版っぽいですね。だってベートーベンではないですよね。すごいですね、表現が素晴らしい。